ついだけや、ここも。え、じゃあ、え、歩けないの？違う、歩こうだ、海やから、ここ。海やん。船も通れない。え、じゃあ。船は通れる。暑い、暑い。あっち暑い、暑い、言うてんねん。じゃあ、別に、暑い。え、じゃあ、海が暑いの。海が暑いの。海もあ、ちょっと暖かいよ、ここら辺は。うん。泳げる？うん。いや、泳がれへんぐらい暑かった。やばい。枯れたとか言ってた。え、カルタ？わけないじゃん。歌流して、その歌の歌詞を取るってカルタ。え、歌ってどこで流すの？あ、歌ってくれるって。俺が携帯で、なんで俺の地声で聞くの？ボコボコにせよ。え、ピカーンじゃないの？ピカーンじゃないのよ。え、これどっち取ればいいの？いや、これ両方出てくるから、ちゃんと。なんで全部出てくる？あー、どっち知れた。1、2インターネットを申しますけど、こんにちは。こんにちは、お世話になります。ちょっと自己紹介なんかしてもらってもいいでしょうか。はい、吉本興業長野県担当してます森井と申します。今日朝早くから、はい、こういったあの場所で、はい、お子さんたちと一緒にこう遊んでる姿、はい、まあ、企画で5回ですかね、はい、シリーズだと思うんですけども、そうですね、はい、期間限定で。どんなこう目的というか趣旨なんでしょうか。はい、はい、ですね、ゆでたかのが、今吉本興業所属の芸人として、長野県中心に活動させていただいてるんですけど、もともと塾講師も並行してやっていたっていう経験から、まあ、ちょっと子どもたちの、学びを支援したいというところで、まあ、こういう企画、まあ、学習支援プロジェクトを立ち上げまして、今ちょっと長野市中心で、はい、ゆで小屋というちょっと寺小屋風の、はい、支援プロジェクトを継続してやっております。ゆで小屋、長野市中心でやらせてもらってるんですけど、まあ、今回は筑摩市と、今後また別の筑北村っていうところでもちょっとやっていくっていう動きがありまして、なのでまあ本当に全県通して、まあ、ゆで小屋ちょっと広めていければいいのかなっていうふうに思ってます。ゆで小屋っていう感じなんですね。そうです、そうです。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、こんにちは。長野インターネットお仕事と申します。こんにちは。はい、こんにちは。今、長野県は八代駅前のリボンという、はい、ここはパーマーさんですかね。美容室に。そうですね、美容室リボンです。に来ております。はい。そこの店主をされてます長野さんに来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、こんにちは。私は、筑摩市食い席というところで、まあ、30年近く美容室リボンを経営しております。でそれとともに NPO 法人元気を届けたいという交流の場所を作るというのを目的とした NPO 法人を開催しております。私は、数年前に子ども食堂のお手伝いを、まあ、やってた関係で、まあ、子どもさんに置かれた現状とか、うん、ちょっと心を痛めていることもありまして、はい、なんとか、まあ、子どもさんの居場所とかを作って差し上げたいなと思っていたところ、うん、まあ、いよいよちょっとやってみようかなっていう自分の中でそういう気持ちになったので、今回子どもの居場所、はい、遊び学び広場を第1回目ということ本日、はい、開催しました。まあ、それを開催するにあたって、まあ、面白い取り組みっていうふうにお聞きしたんですけども、はい、まあ、たまたま、吉本興業のすみます芸人の、はいはい、今回ゆでたかのっていう方に、まあ、たまたま、まあ、数年前に出会いまして、でそれでいろいろ話してる時に子どもさんのやっぱり将来のことをいろいろ話したんですけど、はい、子どもさんが、まあ、ちゃんと育ってほしい、世の中に出てほしいっていうことで、はい、ゆでたかのさんは子どもの、まあ、学習とか見られたり、うん、子どもさんと何か触れ合ったりってことを普段されてるの でそんなところから、あ、じゃあ私ののもちょっと一緒にやってみないかってことで、今回、まあ、第1回目、
遊び学び広場の講師に来ていただきました。なんか5回シリーズというふうにお聞きしたんですけども、はいはい、今後も続くわけですね。そうですね、今後も毎月1回ずつやらせていただきたいと思ってます。毎月1回あんまりそう無理してたくさんね欲張ってやっちゃうとなかなか続かなくなっちゃうので、まあ、1回ずつ無理のないようにまあ、子どもさんの居場所を作っていかれたらなと思って開催します。そして永原さん自身も今後どんなふうに取り組んでいこうと思ってるんでしょうか。そうですね、今までもずっと交流の場っていうのは日だまりカフェという名の交流の場所っていうことで女性の方主に中高年の女性の居場所とかあとはハンドメイド作家さんとか農家さんのまあ交流の場所、販売する場所っていうのをずっと提供、もう10年近く提供してまいりましたけど、結構長くやってるんですよね。まあ、そう、今後もそれはずっと、まあ、細く長くですけど継続して、うん、であと、まあ、子どもさんの居場所も今後は、うん、やっていきたいと思います。だから大人の居場所と子どもの居場所を、うん、まあ、2本立てで開催していかれたらなと思っています。できれば地元の子は地元に残っていただく、一旦外へ大学とか専門学校で出られてもそのつながりで あのおばちゃんいるところにやっぱ戻りたいなってなってもらえれば一番いいなと考えてます。ぜひ夢や希望に向かって頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは、長野インターネット所属と申します。こんにちは。こんにちは、どうも長野県住みます芸人のゆでたかのと申します。よろしくお願いします。僕今普段長野市で ゆでたかの のゆで小屋っていう寺子屋事業をやってるんですけど、寺子屋やってるんですね、はい、芸人なのにやらせてもらってて、先生やってるんですけどそれをやってるっていうのを聞いてもらって、こうちょっとここで 長野市から千曲市にちょっとまた支店というような形でやらせてもらうようになりました。そういうことをやり始めようと思ってなんかきっかけはあったんですか。もともと大阪で塾講師をしてたんですけれども、はいはい、大阪でやってた塾っていうのが、はい、所得であったりとかっていうところと教育格差は、絶対なくしてあげた方がいいよっていうのをメインにやってた、はい、塾で講師として働かせてもらってて、でそういう思いから、まあ、こっちでも自分でやってるところは1回500円でというような形なんですけども、はいはいはい、そういうこういう地域の方々と連携して、まあ、そういうお金に関係なく勉強が楽しいっていうのを伝えれるようなことをやっていけたらいいなと思って始めました。どんなふうにこれからやっていこうと思ってるんでしょうか。最初1箇所で始めて、1箇所1人から始めたところから、はい、今ちょっとずつこうやって広げていってもらってる、もう地域の皆さんのご協力あってどんどん広げていってもらってるので、うん、本当に、まあ、こう千曲市もきっかけにして77市町村、はいはい、全クリ全制覇勉強ゆでたかの この学習っていうのを広げていけたらいいなと思ってます。ゆでさんの夢は何でしょうか。今の夢は本当に、先生として売れることです。なるほど。で、第二の夢が、まあ、全国で、まあ、芸人として売れるか先生として一旗あげるかちょっとどっちかをやっていけたらいいなと。で、まあ、僕が売れることで子どもたちの自慢になればいいなと思ってます。うん、なるほど、なるほど。ぜひ両立した形で。そうですね。頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。もしよろしければ先生、一緒に写真撮ってもらっていいですか。おいしい。バランスがあるから。はい、せーの。